6月14日金曜から16日の日曜まで開催の戦の切りにおいて、あまりにもルールと噛み合って強い佐久間翔さんを紹介するよ。新政府側はルールで江戸幕末の部隊が戦闘で知力ダメージを与えられるようになる。いわば全員が軽い本場戦員になるような感じ。他にも指揮上昇速度とリーハゲージの上昇値が上がる。佐久間翔さんの計略は指揮音の全開強化で武力プラス1、知力4、自身が射撃を当てた敵の知力を5カウントの間加算する。効果時間は通常で26カウント、舞台流派1で約29カウントと依存値高め。他にも徳川家元は武力プラス6、知力プラス4の号令で知力ダメージを強化できる。伊予から8令は知力依存は 0.4 で、一般的な号令より高いため知力強化で相性がいい。緑のノーマルは江戸幕末にルールと相性の良いカードが多いからおすすめ。この俺が欺かれた。拙者を呼び込め。撃て。やっと帰れる。何度でも立ち上がってみせよう。俺が国家の財産、天才の策よ。撃て。俺のやり方でこの世界を切り開いていくぜよ。撃て。進め。撃て。俺のやり方でこの世界を切り開いていくぜよ。俺が国家の財産、天才の策よ。撃て。撃て。発射。時代は動いている。取り残されるな。発動。三の肩。天気解放。僕の代わりに戦ってください。僕
僕は帰ります。覚悟せよ。拙者にも意地がある。死ぬ時も前のめりじゃ。流派発動。一の方発射。やっと帰れる。この俺が欺かれた。進め。かっこ悪い。火力を集中しろ。徳川の誇りを見せつけよ。はっしゃ。僕は帰ります。倒れんぞ。勝利を決して見せようぞ。この槍が折れぬ限り我が心も折れぬ。今回は3試合やるよ。さまで何が大事か。覚悟せよ。進め。覚悟せよ。行け。進め。行け。進め。この国の宝を。覚悟せよ。流派発動。一の方。実利は二つなし。これが現実だ。受け入れろ。俺が国家の財産、天才の策よ。欲しいものが破れるか。プレイモノ。奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれよ。ここは私にお任せを。ついでに巻き菱もあげます。進め。 Thank you.
行くぞ。無礼者！これが現実だ。受け入れろ。俺が国家の財産、天才の策よ。行くぞ。流派発動。三の方。プレーボール。行け。進め。徳川の誇りを見せつけよ。進め。正しいものが破れるか。奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれよ。解放。奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれよ。前期解放。流派発動。見ろ方。こんなざまで何が隊長か。進め。槍が折れたか。ブレーブロー。天が揺らぐ。進め。この俺が欺かれただと。進め。ブレーブロー。拙者にも意地がある。くらえ。進め。何度でも立ち上がってみせろ。進め。煽りの門に誓う。徳川がおさめし平和なる天下を。この国を守らねば。この国の宝を。さらばだ。行くぞ。出しません。権現様。ここは私にお任せを。ついでに巻き獅子もあげます。流派発動。二の方。白虎隊の隊長として戦い抜く。進め。見えました。進みましょう。
槍が折れたか。進め、覚悟せ。恩人に渡す思考は読めまい。ドレームロー、覚悟せ。進め、いたしません。ドレームロー、覚悟せ。天命が尽き、さらばだ。進め。なんだと。ドレームロー、リュウハ発動。一の方、この槍があるか。腹を切ります。進め。食らいなさい。この俺が欺かれた。拙者を呼ぶ声がする。ふっ、進め。食らいなさい。負けるわけには。ふっ、食らえ。私にお命じください。食らえ。ドレームロー。進め。何度でも立ち上がってみせよう。ドリームロー。進め。それ、あんたも頑張れ。ただただ死ね。俺が国家の財産、天才の策よ。スレームロー。リュウハ発動。一の方、くらえ。突撃。進め。ドレームロー。負けるわけには。くらえ。進め。進め。徳川の誇りを見せつけよ。ただただ死ね。徳川の誇りを見せつけよ。戦機開放。流派発動。身の方、身の方、ドレームロー。勝利を
決してみせようぞ。なんだと？諦め！槍が折れたか。突撃！進め！待ちませ！ただ備中を尽くすのか。ようやく時代がこの天才に追いついてきたようだな。ご視聴ありがとうございました。